ルパン三世ピラミッドの賢者。今度の仕事はこいつだ。大英博物館からかっぱらってきたこの本にな、逆さピラミッドに隠されたお宝のことが書いてあるんだよ。ムイランの瞳っていう名のピンクダイヤモンドなんだけどもがな、握りこぼし台はあるっていう代物だ。なんでも元は超古代兵器の心臓部だって話。まあそんな物騒な目的に使われるよりもよ、このルパン様がいただいちゃうかって、まあこういう寸法だ。考古学上今世紀最大の発見と言われた逆さピラミッド。ところが調査中だったイギリスカーネル大学の調査隊が消息を絶ちました。これで発見から数えて3組の調査隊がピラミッドの中で姿を消したことになります。関係者の間ではピラミッドの呪いとの噂が広がっています。この俺様が呪いなんか恐れるかってね。こいつが逆さピラミッドだ。ついこの間発見されたばかりの世にも珍しいピラミッド。なんでも音響測定の結果、普通のピラミッドの底面から鏡に映したようにもう一つのピラミッドが伸びてるって話だ。どうやらこのピラミッド、ただの遺跡じゃなさそうなんだな。果たしてどんな秘密が隠されているやら、楽しみだね。ガンサジ、逮捕さら。まったく、こんなとこまでご苦労さん。待てるばん。そんなに簡単に捕まるわけにはいかないのよね。逃がすか。ピラミッドのお宝は全部頂戴するぜ。次元、ゴエモン、抜かるなよ。ピラミッドの中にこんな近代的な部屋があるとはね。一体どうなってんだ。それにさっき襲ってきたやつら一体何者なんだ。空き家だと思って気軽にやってきたものの、住人がいるなんて聞いてねえぜ。彼らはムルロイ人です。太古の神に近い種族。あら、どこからともなく可愛い子ちゃん。彼らは自分たち以外の種族には大変残虐です。捕まれば命はありません。この部屋だけは彼らも入ってはこれませんから、脱出のチャンスがあるまでここから動かないようにしてください。待ってくれ、君は一体。
懐の宝。やめ。
ここは本当にピラミッドなのか？中はまるで別世界だ。それにピラミッドの中に近代的な警備システムがどっさりなんてな、聞いてねえぜ。その警備システムをかいくぐってムルロイ人から制御キーを盗んだのですね。信じられません。あなたは一体何者です？俺の名はルパン三世、世界一有名な大泥棒。泥棒さん？そういうこと。どうやらムルロイ人ってやつらから制御キーを頂戴すれば深い階層に進めるってわけだ。無茶です、危険すぎます。大丈夫大丈夫、この調子で最深部にあるムイランの瞳をいただきましょうかね。うしししししし。
見つかると厄介なことになるな。よし、俺様の戦争の腕を見せてやっかな。お宝お宝。やべ。
ちょうだい。やべえ。頼むぜ、これを。承知。Thank you.
Thank you.
なんて広いピラミッドなんだって。一体ここはどうなってんだ。ここはピラミッドではありません。アトランティスの科学力を駆使して作り上げられた箱舟です。箱舟？ここが大洪水の時に役立つっていうあれかい。この箱舟は地球規模の災害に備え、地球の生物を乗せて宇宙に脱出するために作られました。内部は5つの階層に分かれ、それぞれが生物を保護するための巨大なドームになっています。ルパンさんが次に向かうのは森のドーム。監視の厳しいところです。どうかお気をつけて。待ってくれ、まだ聞きたいことがあるんだ。
お宝お宝。うひひひひひ。やべ。
やべ。
もちろん助けるさ、可愛い子ちゃんの頼みとあらば。だが、そろそろ事情ぐらい話してくれないか。君は一体何者なんだ。私はノア、この箱舟の管理者です。ノア？あの聖書に出てくるノア？今、地上で生きる方たちの間で私たちのことがどのように伝わっているのかは分かりません。1万年前、ムルロイ人との戦いでアトランティスの神々が滅亡してからというもの、箱舟は地中深く永遠に眠り続けるはずでした。しかしムルロイ人は1万年もの時間をかけて少しずつ箱舟の制御回路を奪っていったのです。今では箱舟の 90% を彼らが掌握しています。そしてついに箱舟は目覚め、地上に現れました。それを人類が発見した。そうです。ムルロイ人の長い長い計画は終わりに近づいています。ムルロイ人、
一体奴らは何者なんだ？アトランティスを滅ぼした張本人、古代文明の最後の生き残りです。ルパンさん、勝手なお願いなのは分かっています。でも私はあなたに頼むしか方法がないのです。どうか彼らの手から船を解放してください。
頼むぜ、五円も。承知。頼むぜ、次元。面白くなってきやがった。
ちょうだい。やべ。さんもボロボロになっちまって、このピラミッドは普通じゃないぜ。脱出するまでは一時休戦といこうや。急いでください。ムルロイ人は箱舟の最終兵器を使うつもりです。最終兵器？この船に積まれたレーザー兵器です。かつて神話時代に地上を灼熱地獄と化したアーク、メギドの火、神の鉄槌、それが再び地上を襲おうとしています。なんだって？ムイランの瞳はこの箱舟すべてを制御する鍵。どうかムルロイ人の手からムイランの瞳を取り戻してください。そうすれば箱舟は停止し、ムルロイ人たちは再び箱舟の中で眠りにつくでしょう。どうやら大事になってきちまったな。まあこの俺様に任せておけば大丈夫だけどもがな。ムルロイ人は警備体制を強化して残った制御チップを守るつもりです。危険な道のりとなりますが、どうかお気をつけて。セーブ。
ちょうだい。やべ。頼むぜ次元。面白くなってきやがった。頼むぜ次元。面白くなってきやがった。頼むぜウェモン。今宵の斬鉄剣も一味違うぞ。
宇宙？まさか箱舟が宇宙に飛び出しちまった。
白くなってきやがった。頼むぜ、次元。面白くなってきやがった。頼むぜ、ウェモン。今宵の座。
ここは一体発行船の心臓部です。ここにあるのが古い私の体、はるか1万年の昔、私はこの箱舟の生体コンピュータとなるべくこの身を捧げました。今ではこの船そのものが私の体。君がこの船、ルパンさんが全ての制御キーを奪ってくれたおかげで、ムルロイ人は箱舟の制御能力を失いました。もう彼らはここへ来ることはできないでしょう。あとは私の力で最終兵器を封印できます。全てルパンさんのおかげです。これは返しておくよ。俺には必要ないが、君には必要なものだろ。ありがとう、ルパンさん。なんとお礼を言っていいか。礼なんていらないさ。地球を救ってもらったんだ。本当にありがとう。私はこのまま星の海の中で見守り続けます。地球を、人類を、そしてあなたを。そうか、達者でやんな。たまには遊びに来たっていいんだぜ。さようなら、ルパンさん。それに皆さん、いつまでもお元気で。さあ、帰りますかね。藤子ちゃんも待ってるし。